ラボットルビーと弟バーシルチャンネル。
の特徴でこのガーネットを多く含んでこの赤い粒々です、ね、宝石と一緒の価値観は出ない。重さどれぐらいなんですか？あれ重いですね、多分。私昔大型バイクで300キロのバイク持ってたんですけど、はい、それは落っこってたんですよ。これ落っこせる気しませんから、多分400キロぐらいあるんじゃないですか。なるほど。南極の石。よかったね、マッシュ。400キロ。ガーネット。この辺の赤い粒粒が全部ガーネットですね。ガーネットだ。すごいね。バイバイ。バイバイ。昭和基地へ荷物を輸送ですね、はい、輸送任務のための飛行艦の中で定めた班があるんですよ。その班の旗です。ちなみに私が作りました。あー、なんか 手書きだなと思ってたんですけど。です。すごいですね。マシル、マシル、マシル、お友達がね、頑張ってるね、ナボットの友達。こんにちは。なんか迷路だね。綺麗。
しいが怖いよこれ、吊る橋怖い、うわすごい、よいしょ、はい、ありがとうございました。怖い、よいしょよいしょ、降りた降りた、地上だ、よいしょ、ありがとうございました、ご視聴いただきありがとうございます。今回の僕バーシルの冒険では、南極で働いているラボット隊員に思いを馳せました。南極という現場で癒しのお仕事をしているラボット隊員、お疲れ様です。そして再評価すごかったという方は、グッドとチャンネル登録お願いします。